こんにちはカスタマイズ時計作りの実績日本一の南雲時計店店長の南雲達也ですおとといの木曜日から南雲時計店のブログにてこちらの見やすい時計のご案内をさせていただいておりますいつもはこういったキャンペーンは南雲時計店のサポーターさん限定なんですけども今回はちょっとね実験的にオープンで誰でも見られるようにブログの方でやらせていただいております こちらですね、もう単純に見やすいっていうのは特徴でっていうのを昨日お話しさせていただきました。えっと、簡単に言うと、ヘルムート・ジンという元ドイツ空軍のパイロットさん。こちらのヘルムート・ジンさんという方が、今、日本で結構人気のジンという時計メーカーの創業者さんだったんですね。その方、第二次世界大戦時にえドイツ空軍のパイロットとしてまあ実戦の空を飛んで生き残るという、なかなか、あのね、 えー、第二次世界大戦で空飛んでて生き残った、まあ、珍しい人なんですけども、その経験を生かして、えー、時計作りを始めて、その彼が、まあ、一躍有名になったのが、こういったデザインのコックピットクロックを作ったことによってすごく有名になったんですね。それがそのジンのコックピットクロックが あの、要はコックビットクロックって戦闘機とか旅客機のあのコックビットのケーキがいっぱい並んでるところに要は時計があるわけですよ。その時計をこういったこのデザインでまあ作ってそれが非常に見やすいっていうことで評判になったんですね。で、トーネード戦闘機やルフトハンザに採用されたというま人物なんですよ。で、その方がまあまあまんまこれと同じデザインのものをあの納入してで非常にまあ好評を得て でそのギナーンっていうのが、JIN、まあえー、さんがこうデザインをこう残した会社で、ジンさん18年2018年の2月に101歳で亡くなられてるんですけども、技、まあ、ン社の社長も務めて、ジン社の後ですね、ジン社の後に技ン社の社長も務めて、こういったデザインを残していて、そのジンデザインのコックピットウォッチって感じですね、その一つになります。今日はですねい、まあ、いろいろこう えー、今回のお得な情報とかはブログでご覧いただいていただければいいかなと思うんですけども今日はあの他とどう違うのっていうふうに聞かれたのでじゃああんまりね他他社さん言うのあんまり好きじゃないんで比べることはしないんですけど、まあ、今日は簡単にあのまあ比べさせていただこうかなと思いますこちらまあ単純に、えー、前回こういったパイロットウォッチの時に あれが手巻きじゃなくて自動巻きだったらなっていう方のためにご紹介したんですよ。ですのでこちらは自動巻きの時計になります。中身はセリタ社の SW200 という、えー、多くの時計メーカーさんがあのダイバーズウォッチで採用するぐらい信頼性の高い SW200 系の機械が入っています。セリタの機械ですね。で、えー、直径が約42ミリ、厚さが11.5 5ミリぐらいかな。まあまあ自動巻きとしては比較的薄い方になる。薄いっていうか一般的かな。えー、自動巻きとしてはまあ一般的なサイズ。で、42は若干大きい方。そしてこれがまあ人デザインのコックピットクロックのデザインまんまですね。で、防水は普通流図。要はねじ込みとかじゃない普通の流図で、10気圧、日常生活、強化防水ですので、まあ一般的には水がかかったり、水の中に手を入れても大丈夫と。 で、えー、ガラスはわずかに球面になっているサファイア。裏面は平面サファイアで、えー、自動巻きがこう動くのが見れます。で、まあ、スペックはそんな感じですね。で、基本はですね、このメタルブレスレットはオプション。基本はこういう牛皮がついています。一応ね、まあ、営業職の人のためにもね、えー、こういったカレンダーがわずかについてるけど、パッと見分かんないんですよ。これはまあ、おまけ程度ですね。そして、 これですね。こちらが、要はジンさんがデザインして、えー、納入したりしたコックピットクロックになります。あと、これのね、ストップウォッチが内蔵されているタイプが、まあ実際戦闘機とかに収められたんですけども、こちらは比較的簡単な、えー、タイプになります。一応、ストップウォッチついてるんですけどね。で、これが夜間の見え方になります。スーパールミノバでかなりよく見えます。で、 他との違いはですね、例えば IWC のまあ一番有名なパイロット、有名というか、まあまあよくこう人気が高いパイロットウォッチですね。こちらとの違いは直径が約1ミリ、こっちの方がちょっと大きいんですよ。で、数字が全部入ってるんですね、IWC は。で、ギナーンは、いわゆるコックピットのクロックのまんまなんで、まあこう、36912っていうタイプで、この辺は好みが分かれます。 あと、先ほど見せた IWC はこうやって数字が全部入ってるタイプで、人社の方はこの同じく36912があるんですけども、直径がね、ナ難は42、IWC は43、やっぱり見ることを大前提にしてるんで、若干大きめなんですよ。えー、43でこのリューズだとかなりでかいんですけども、えー、42の ギナーンの方だとまあまあ、リューズも控えめなので、そんなに手の甲に刺さらないかなと思います。そして、これと、あとね、神社の方のこれですね。えー、とこちらはですね、えー、一般的に使いやすいように38.5ミ、mm、リなんですよ。一般的には38.5、本当におすすめのサイズなんですけども、いわゆるまあ、 見ることを大前提にした場合、まあ、この40、40、42っていうのは非常にこう、なんていうのかな、実用性が高いので、実際の、えー、パイロットさん、うちのお客様のパイロットさんですね、えーと、競技飛行なんかをやられていらっしゃるお客さんとかは、だいたい40か4 2ミリを選択されていますね。えー さっき言ったように38.5非常に使いやすいんですけども、見るっていうことになると若干小さいということで、えー、普段からお使いの方は、まあ全然38.5でもいいと思いますけども、この42なかなかいいサイズだと思います。ということで、えー、まあ、有名他社さんと比べた場合ですね、そのサイズ感が若干大きいので、まあ見やすいのが一つと、あとその数字が全部入ってるのか、この36912の コックピットクロックのデザインがいいかは、この辺はもう全然好みなんで、まあ、お客様自身、あのよく見ていただいて、あと、なくもと K 店のブログ、えー、この画面の下の u r <laughs> 画面の下の概要欄にブログの URL を置いておきますので、ぜひそちらからも見ていただいて、えー、他社さんとかいろいろネットで見比べていただいて、もしよかったら今回お得な、えっ、ー、と、 価格設定もお得にしてあるし、特典もついていますので、ぜひ考えてみてください。よろしくお願いします。あ、あと、えっ、ー、とね、その、この画面の下の概要欄の下の方っていうかに、も、えと、ー、経店のサポーターさんになってくださいっていうのもあるんで、ぜひサポーターさんになっていただいたりとか、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。